違う。お前はもう用済みなんだ。お前はもともと赤の他人だしな、家政婦みたいなものだった。娘が結婚すればもう用済みだ。つまり離婚だよ。は、離婚。お前ふざけんなよ。ふざけてないよ。真剣そのものだ。俺はキャシーと再婚するんだ。は、あんた海外の人と浮気してたの？違う、キャシーは日本人だ。はい。俺が通う店の女の子だよ。ああ、キャバ嬢ね。ってふざけんなよ。あんたどれだけユカちゃんを傷つければ気が済むわけ？私はのぞみ、20歳で夫と知り合いスピード婚をした私には大きな娘ができた。娘のユカは夫の連れ子だ。私とは7歳しか離れていない。結婚当初はいきなり13歳の子の母親になれるのだろうかと不安に思ったが、娘はすぐに私を頼ってくれるようになった。それ以来、母と子というよりは年の離れた姉妹のような関係性だったように思う。夫との出会いは友人と食事をしていた時のことだ。私の友人と夫が同じ会社に勤めていて、たまたま友人とランチをしていたところで夫と出くわし、そこで少し立ち話をした。それから友人に誘われた飲み会で再会を果たし、その後2人で会うようになった。夫は私より10歳年上で、もともと年上好きな私は彼がとても大人に見え、スマートな身のこなしに好感を覚えたのだ。ただ交際を始めてから子供がいるということを聞いた時は驚いた。しかし実際にユカと会ってみると素直なとても可愛い子で、彼女ともすぐに打ち解けることができたように思う。そして結婚を申し込まれた時、私の両親は心配しながらも私が選んだ人だからと了承してくれた。その時すでに義父は他界しており、義母に報告をしたのが、表面上は反対という姿勢を見せたわけではないが、しきりにユカのことを心配し、何度も私に娘がいることは大丈夫なのかと確認していた。私もいきなり娘ができることに心配が全くなかったわけではない。それでも彼のことが好きだったし、ユカのことも可愛いと思える。だから籍を入れ3人暮らしを始めた。その後1年ほどは何の問題もなく新しい生活を続けることができたのだが、娘と養子縁組をしてからというもの、夫の態度が急変したのだ。帰宅が遅くなり、娘と会話をしようともしない。そして私に対する態度も変わってしまった。養子縁組もしたことだし、のぞみとゆかは本当の親子になったんだ。これからはのぞみがゆかのことを中心となってやってね。どういう意味？授業参観とか面談とかいろいろ学校行事があるだろう。そういうのは全部のぞみが言ってね。あなたは？俺は仕事があるから行けないよ。いや、私も仕事はあるよ。すると夫がふっと笑った。君は母親だろ。母親がきちんと子供のこと見るのは当然のことだよね。仕事があると私が言ったのは、娘の世話から逃れるためじゃない。もちろん娘のことをきちんと育てていくつもりだ。しかし夫のすべてを私任せにするという発言、そして娘への存在な態度が許せなかった。ユカちゃんのこと、とても大切に思っているよ。ただ、あなたも父親としてすべきことをきちんとしてね。だから働きに出て、俺がちゃんと稼いで養ってるだろう。夫はそう言ったが、養子縁組をしてからというもの、家にお金を入れることが減っていく。そして養子縁組から1年も経たないうちに夫は家に全くお金を入れなくなった。そこで私は初めて確信した。夫はただ娘の面倒を見る使用人が欲しかっただけだということを。最初から私のことなど愛してはいなかったのだろう。そんなことよりも
娘を立派な大人に育て上げることの方が重要だった。そしてそんな日々が続いたある日、私は知らなかった事実を知ることになる。それはこれまで夫が出席していた娘の三者面談に初めて行った帰りのことだ。のぞみちゃん、今日はありがとう。どういたしまして。ゆかちゃんが先生からたくさん褒められて私、嬉しかったな。嬉しいな。どうしたの？は、私、先生の前で浮かれすぎてた。そんなことないよ。のぞみちゃんが先生の前でも、たくさん私のこと褒めてくれて嬉しかった。え、もしかしてバカ親アクセル全開だったか。そうかもね。でも、嬉しい。お父さんはのぞみちゃんみたいに私のこと、褒めてくれないから。そっか。まだまだ親としての自覚が私にはなかったんだ。確かに言われてみれば、これまで3人で会話をすることはあったが、父と子での会話に対して意識したことがなかった。のぞみちゃんが来てくれるまで、私はおばあちゃんと一緒に暮らしてたから。お父さん、私への接し方がわからないのかな？え、聞いてない。聞いてないよ、そんなこと。てっきり、親子二人で生活しているものだと思っていた。あの人は私に娘を任せきりにする以前にも、義母に娘を任せきりにしていたのだ。だから結婚の挨拶をした時に、義母がしきりに娘のことを心配していたのか。この時、私は点と点がつながった。夫はどこまでも自分中心に世界がくるくるしているやつだった。私はこの時、夫との離婚が頭をよぎる。しかし娘は何と思うのだろうか。娘の気持ちを思うと、離婚するから私と一緒に暮らそう。ということがどうしても言えなかった。なぜなら娘はすでに母親と父親の離婚で傷ついていたからだ。当初、私と義母との関係は良かったとは言えない。義母は私が前妻と同じような人物ではないのかと警戒していたから。しかし、今では義母宅を頻繁に訪れるほどの仲になれた。そして娘が三者面談の帰りに話してくれたことを義母に尋ねた。そうかい。ゆかがそんなことをね。はい。あの、過去に何があったんですか？息子から聞いてないのかい？若すぎる結婚だったから、お互い子供でうまくいかなかったって聞いてます。まったく、あの子は耳障りのいいことを。確かに若かったね。ゆかの親は共に18歳だったからね。でも問題はその後さ。義母はうつむき加減でため息をついた。あの二人は、ゆかをお互いに押し付け合ったんだよ。それもゆかの目の前でね。あの子は当時5歳だったけど、今でも忘れてないだろうね。私が二人の争いに喝を入れて、私が育てるって言ったのさ。その時、ゆかが私の手をぎゅっと握ってね。あの子は全部、理解していたんだ。それがいきなり、ゆかと暮らすってあのバカ息子がゆかを連れて行ってしまってね。そしたらのぞみちゃん、あんたが現れたってわけよ。ただ息子に口止めされていてね。私はゆかを人質にされたのさ。余計なことをあなたに言わないようにね。ごめんね。巻き込んでしまって。いや、それは大丈夫です。私、もうゆかちゃんを手放すことなんて、できないので。そっか、ゆかちゃんは両親の離婚を目の前で見てたんですね。そんな事実を知り、私はどうしても娘の傷口を開く、離婚、を夫に切り出すことができないでいる。それからというもの、私と娘は向かい合って生活をしていた。夫にも娘のことをきちんとやれとは言わなくなった。だって、こんなクソ父なんて飾りなだけだから。
夫もこれ幸いとでも思ったんだろうね。私が何も言わなくなると家庭を顧みず飲み歩くことが増えていった。そんな生活が10年続き、娘が結婚を考えていると話してくれた。お相手は大学の先輩で6年ほどの交際を経た人物だ。私も何度か会ったことがあり、家にも遊びに来てくれたことがある。娘の相手はとても穏やかで真面目な人だ。何より娘がとても幸せそうに笑っている。この人なら娘を託しても問題ないだろうと思った。しかし夫は何を思ったのか、これまで娘をほったらかしにしていた分際で父親風を振りかざすのだ。のぞみちゃん、私あきらくんと結婚したいんだけど、どう思う？うん、あきらくんなら私も大賛成だよ。ありがとう。じゃあ今度改めて挨拶させてね。了解。スケジュール真っ白にして待っとくわ。ちょっと待て、ゆか。あ、お父さん、いたんだ。私と娘がリビングで話をしていると、夫が自室から顔を出した。その相手で本当に大丈夫なのか？年収は？どこの企業に勤めてるんだ？家族構成は？相手は一人っ子か？一人っ子だったらダメだぞ。お前が苦労するからな。え、なんで？アキラくんは三人兄弟の末っ子だよ。それに稼ぎも悪くないけど、でも正直お金は私も働いているから問題ないんだけど。おお、そうかそうか。じゃあ問題はないな。ただあれだ、お父さんにもきちんとアキラくんと話をさせなさい。これからのことを話し合う必要があるからな。夫は言いたいことを言い終えると、私たちの話も聞かずに出かけていった。正直、何を今さら父親ずらしているのかと思ったが、娘が夫の言うことを聞くというなら、私は何も言うまいと思った。しかしこの夜、夫はとんでもないことを口にするのだ。ただいま。あら、お帰りなさい。珍しいわね、こんなに早く帰宅するなんて。ゆかは？まだ帰ってきてないけど。そうか、じゃあちょうどいいな。今日早く帰ってきたのはお前に話があるからだ。何？いきなり。もうお前の役目は終わりだ。は？娘の世話だよ。いや、社会人になってくれたことで私の子育てはもう一段落してるんだけど。違う。お前はもう用済みなんだ。お前はもともと赤の他人だしな、家政婦みたいなものだった。娘が結婚すればもう用済みだ。つまり離婚だよ。は？離婚？お前ふざけんなよ。ふざけてないよ、真剣そのものだ。俺はキャシーと再婚するんだ。は？なんて。キャシーだよ。は？あんた海外の人と浮気してたの？違う、キャシーは日本人だ。はい。俺が通う店の女の子だよ。ああ、キャバ嬢ね。ってふざけんなよ。あんたどれだけゆかちゃんを傷つければ気が済むわけ。ゆかちゃんはあんたと前妻さんの離婚で傷ついたのよ。そんなこともわかんないの？あんたマジでボンクラだわ。いいよ、離婚して。私はヒートアップしてしまい、娘の帰宅に気づくことができなかった。おう、おかえり。ゆかはやっぱり父さんの子だ。そうだよな、ゆかも若いお母さんの方がいいよな。ゆかちゃん、本当にいいの？うん、全然いいよ。のぞみちゃん、ありがとう。本当はもっと早くに離婚したかったよね。私のために離婚とどまってくれてたんだよね。いや、それは。私、
今まで怖かったんだ。また大好きな人がいなくなっちゃうのかなって。のぞみちゃんとずっと一緒にいたいなって思って。でも私ね、結婚するって決めて初めてのぞみちゃんの気持ちが分かったの。好きでもない相手とずっと一緒にいるって辛かったよね。本当にごめんね、のぞみちゃん。今さらだけどもう私は大丈夫だから、のぞみちゃんはのぞみちゃんの人生を謳歌してね。ゆかちゃん、私は自分の選択した道を後悔したことなんて一度もないよ。だってゆかちゃんっていう大切な娘と出会えたんだから、謝る必要なんてないよ。あのさ、私この人と離婚しても本当にいいの？うん、もちろんだよ。もう会えなくなっちゃっても、これ以上のぞみちゃんの人生の邪魔したくない。会えなくなることなんてないよ。あなたが私の娘であることに変わりはないのだから。本当に？うん、あなたは私の自慢の娘だよ。ありがとう。じゃあ話は早いな。離婚ってことで進めよう。あ、そうだ、こいつがいたんだった。コロッと忘れてたわ。うん、もちろん。慰謝料はきっちり払ってね。キャシーにも請求するからね。そうだな、二人合わせて500万で手を打とうか。は、高すぎるだろ。いや、相場でしょ。稼ぎでの計算だからね。払わないならあんたの会社に内容証明送るわ。わかった、わかったから。そんなこと絶対にするな。ただ今すぐ500万は無理だ。そんな大金用意できない。は、車売ってあんたが持ってるブランド品売れば200万くらいにはなるでしょ。どんだけ飲み歩いてても家に一切お金入れなかったんだから、300万くらいの貯蓄はあるでしょ。どっちが出しても構わないから、二人で500万をきっちり振り込んでね。わかった。2週間後、慰謝料の振り込みを確認し、私たちは離婚した。それからというもの、私は会社近くのマンションを契約し、元夫と暮らしていた賃貸から10年間の荷物を整理するため、たびたびその賃貸を訪れていた。そしてようやく最後の荷物を引き上げるというところで、元夫が私を止めたのだ。ねえ、のぞみちゃん。うわ、何？名前で呼ぶとか久しく聞いてないわ。めっちゃキモいんだけど。のぞみちゃん、俺ものぞみちゃんの新居に行こうかな。は、何の冗談。キャロルと一緒になるんだろうが。キャシーだよ。ああ、どっちでもいいわ。キャシーがいなくなっちゃったんだ。夫の不倫相手が蒸発したことを聞いて私は大笑いしてしまった。はあ、お腹痛い。キャバ嬢の営業トーク本気にするおっさん、マジでオツ。俺のことかっこいいって言ってくれてたのに。舞ちゃんが？舞ちゃん、私とあんたが離婚したって聞いて血相変えてたよ。は、会いに行ったんだよね。彼女の名前は舞だよ。あんた源氏名しか教えてもらえなかったんだね。そりゃそうだよね。彼女とは週に1回お店で会うだけだったんだから。俺たちの愛はプラトニックだったんだ。違う違う、あんたはただの客。あの子いい子だったよ。私とあんたの離婚知ってめちゃくちゃ謝ってたよ。っていうか、あんたは間違いなくいた客だよ。週1回の来店でセット料金と指名料だけ払って、キャバ嬢には酒をおごらないってどんだけだよ。愛にお金は必要ない。はいはい、じゃあもう行くわ。ちょっと待って、俺娘に縁切るって言われたんだ。しかも母さんからも相続結核って言われちゃって、老後の面倒を誰にも見てもらえないんだ。は、
あんた、ゆかちゃんに老後の面倒を見させようと思ってたの？しかもお母さんの財産、当て込んでたの？あんた、マジ救いようがないわ。よかった。ゆかちゃんが離婚進めてくれて。そんなこと言うなよ。俺、結婚式にも来るなって、日にちも場所も教えてもらえないんだぞ。ああ、自業自得ってやつだね。お前は呼ばれてるのか？もちろん、私はあの子の母親だからね。は、俺とお前は離婚したんだから、もうお前は関係ないだろ。うん、あんたとは関係ないね。だけど私とゆかちゃんは養子縁組してるからね、ちゃんとつながってるよ。あ、今さら思い出すって、本当私や娘のことはどうでもよかったんだろうね。あんたはこれまで家庭を顧みなかったんだから、娘に捨てられて当然。せいぜい人様に迷惑かけないようにこれからはお金を貯めておくことですね。私はうなだれる元夫を放置し家を出た。はあ、これで全部終わった。あとは娘の幸せを願うだけだ。あれから5年、娘は二児の母となり、頼もしい姿を見せてくれる。孫たちも本当に可愛い。そして私は現在妊娠3ヶ月だ。元夫と離婚して3年が過ぎた頃に出会った男性と結婚し、幸せな生活を送っている。のぞみちゃん、体調どう？うん、だいぶ安定してるよ。そっか、一応今日は夕食用意して帰るね。ゆか先輩、マジで助かります。そうだよ、私は妊婦の先輩だからね。ビシビシ指導するよ。お願いします。あれから元夫がどうなったのかは知らないが、もう彼は私の記憶の小さな欠片の一つであり、振り返ることもない。どこでどんな生活を送ろうとも私の知ったことではない。私は娘家族と自分の築いた新たな家族に囲まれ、充実した毎日を送っている。元夫さん、ものすごく自分勝手でしたね。ゆかちゃんが素直に育ってくれたことが救いです。これからもどうか幸せな日々をお過ごしください。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。